はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第56回闘技場最終日です。昨日の成績は18勝0敗です。順位が2276です。さあ最後までちょっとね、望みを持ちたいね。なんか狙いそうな気はするんですが、ここだけ、あーここなー、あ素早さ勝てるかな。ここが中でも、すごいね。ここは歴代竜王じゃないわ魔王感が出てますね。あーここ、うん、微妙、まあいけなくはないかなって感じだよね。うん、ここはきついよね。ここで、混乱取っていくのもありですが、息と指導で落とされるんじゃないかな、ドラマゲス。ここが早めに出れればって感じになりますね。よし、ここで行きましょう。スペース上回ってくれ。うわ、前衛にみんな早い。しかも広範囲なキャラが揃ってるから、トマホーガが意外と真ん中でね、一気で来るから、それも辛いね。端の方に行ってほしかった。はい、対戦よろしくお願いします。さあどうでしょう。2番目、ガボね。ガボ、うん、じゃあこういう感じ。ヤンガスは避けておく。こういう感じで前に出て、でトマホーガの息は受けましょう。これはしゃあない。これはフリーに打たして、あここにしか、ここに行って、どういう範囲だったっけ。ガボって前に設置した面積に、これだとカウンターしちゃうね、にバゴンっていくんだったっけ。ここで受けて、スタンプみたいなの受けるでしょ。多分そうだよね。設置したところに、あでもこっち側に寄ってこの3体をガボンってくれるパターンもあるね。こうしておくと、うん、これもまあまあフリーできちゃうかな。左側に寄ってもらってガボンってくる、それでいくか。それくらいリスクが取んなきゃダメだね、多分ね。でここは大丈夫だね。で左にずれてベーラの前に行くと、で引っ張る。あでも引っ張った場合にどうかってのがあるよな。ヤンガスね、ヤンガスもちょっと落としておかないと。吹き飛ばしか、吹き飛ばしもあるな。でギラでベラを狙うのもありですね。まっすぐ行くと、で混乱はヤンガスに取っておく。この子は前まで1、2、3、4、うん、多分あそこで大丈夫だな。あそこで大丈夫で4、5か。9番目、ドレアムはどこで活躍しよう。こうして吹き飛ばし、まあこうがいいな。よし行きましょう。この初戦乗り切ってくれ。行こう。さあガボどこ来る。ドルマゲスの左側から来るか。そっからね、ガボン。よし、でここでこうはいけないんだね。苦しいね。でここで1、2、3、4。ベーラってどういう攻撃、
引っ張ってきた場合、どういう攻撃があるんだっけ。特技の範囲、3マス先の影縫い、3マス先で設置しての T 字位置、1、2、3、4、回り込んで来られる可能性あるね、これね。なので、忍び寄る、ここでこうしようか、これしかないね。大丈夫、そっちか。飛び入れどうする、そこでね、よしよしよし。あー、これは食らってしまう。うわー、痛ー、頬が痛ー。なんかわからんけど広範囲、ここでいやね、トマホーが行かないとまずいんだよな。こっちだとどうなる、トマホーが含んだ範囲にはならない。あ、これもある、これもある。1、2、3、届かないっちゃ届かないんだよね。こっちだな、やっぱりこっちです。で、どうする？で、次、グラグ、見た？この。見た？この。で、3マスしか動けないから、ここで、で、次、1個ミス発生。オーラ。やべーら。どうすればいいんだ、これ。トマホーが行かなきゃまずいし、いやこうだよな、こうで、これでいく。混乱取れない？混乱。混乱誰もないか。マジか。あ、違う違う。混乱はないわね。混乱ないわ。失礼しました。混乱取れればよかったけど。さあ、これが、これが、ベーラー大丈夫か？ここか。ここで行くか。ここだね。ここなら、1、2、3、4、なんか回り込んできそうな気もするが、ここで、どこに回ってくるのベーラって。あ、違う、ちょっと待って、次ドリアム動けるわ。あ、こうだ、こうでドリアムで出過ぎ、よし、あ、よかった、ミスも発生しなかった。で、出過ぎ、オッケー、よーし。もうドルオーラに混乱付与も期待しちゃった今。もう何でも状態異常だね今。よーし、次ちょっと優しい相手。はい、2戦目です。あー、3体で ここで来るか、行くか。なんか3体なちょっとやっときたいね。ここね、まあアリーナね、アリーナだったら3体な行っときますか。これはちょっとポイントを狙うというよりかは3突だ。いや他も見て、これすごくない？5突、5突、3突、4突、1突。しかもリュウマジンバランの5突ってやばいんじゃないの？突が進めば進むほど。ジュリアンテね、ジュリアンテがバフがけして、
しかもサンタリーナ早いよね足。行きますか。これサンタリーナをこれをこのうちのパーティーが撃破できればもう引く必要ないってことだよね。でサンタリーナの強さを分かってしまえば、あ引かなきゃなって感じはしますが、真ん中に集まってくれてるのはいいね。で物理のみっていうのもいいよね。そうだね、物理のみだね。はい、対戦よろしくお願いします。順番、順番大事。2番。あ、よかった。そう、あとあれがついてんだね。あー、そこまで来んの。あ、そこまで来る。ちょっと待って、そこまで来んのか。じゃあちょっと来させない方がいいかな。でそこでバフ掛けしてもらって、うちが引っ張ってくるの方が良くない。でこっち混乱通る。ドルこうする。こうして後ろから行ってもいいか。ん、あここじゃ、ここじゃ届かなすぎか。届かなすぎだな。あといつもスタンドね。うん、だからここだね。であそこは混乱狙いながら行って、グラクロでサンタアリーナ行ってドルマゲスじゃなくてドレアムか。どうしようかな。誰を落とした方がいいかな。混乱はまだあれか。こういう感じにします。でちょっと待って、ドルマゲスも落としたいんでね。ドルマゲスも落としたいんで、そこも気をつけなきゃいけないんだな。ドレアムか、こっち。ドルマゲスも落としたいんでね。一番前まで行ってガビンってする。あ、じゃあちょっと待って、ここじゃなくても、あ、ここまで行かなきゃダメだね。ここまで違う、ここでも届くよね。一番前まで行けるよね。行ってガビンするか、横横にしようか。ここじゃ出すぎちゃってもあれだからね。横に、あれ横のやつって呪文？大義だね。 OK、 大義で、狂気マス発生させつつのですね。であとは全員出てきてくれるからってことは、どこまでいいの。もう一個下がっていいんだね。もう一個下がっててよくて、下がっててよくてどうするの。そしたらドルマゲスじゃなくてドレアも近づける。でもここは前に出て絶技ってのもあるんだよな。アリーナ落としたい。アリーナ魔法だから、まあうちは魔法打たないか、どっちにしろ。ネグロゴンドの正気だっけ。で混沌打っちゃった日にはあれだね。そうだね、サンタリーナも落としたい。よし、じゃあこの配置でいきますよ。いくぞ。さあここでよし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 。で、狂気ます。ここで、ここでいい。いや、全然削れてねえ。で、出るのみ。悲しいな。よしよし、なんかいいとこ来たんじゃない？あ、そうでもないか。あ、それなんだっけ？待って。え？それなんだっけ、呪文だっけ。あ、アプリ
注文じゃん。あ、やべやべ、あれ落とさなきゃまずい。落とせ。ちょっと待って、また誰狙う？でもあれは混乱取ればいいから、これだ、このマス。あれは混乱取る。フラクロ、ここでいいのか。バラモス、もっといいとこ出たくないか。いや、ドルオーラもあるからね。ドルオーラもある。いや、バラモスちょっと真ん中でぶち込めたいね。だからこっからこれでサンタリナを落としておく。どうせドルマゲスに入らないからね。で、混乱を通る。よし、行こう。出る。落とせないのかい。ちょっと落としてほしかった。これはこれは落としてほしかったけど、これしかないもんね、選ぶのはね。うわー、大丈夫か。いや、でも混乱取らなきゃまずい。混乱取って、うわー、混乱取って追撃。よし、よし、いいね。あ、 OKOKOK、 ドルマゲス取れたから OK。 パワームレ、パワームレ向こうは来ちゃうから、ここだね。そこでいい、そこでいいから。お、起こすなよ、起こすな。次、向こうだな。 OK。 あ、これどっちに落とせないのか。落とせない、まあいいね、落とせなくてもいいよね。ベギラマ、ベギラマ、魔法か。あぶねよく耐えたよ、うちのドルマゲス。やるね、あんた。そうだよね、魔法だよね。まあ、サンタリーナが強いと言われてもドルマゲスにはかなわないということですね。安心しましたよ。ここが、ここか。5凸、5凸、4凸、4凸、2凸。すげえ。でも混乱が取れるからね。ベスキングってね、意外と落とせないんだよね。落とせるような感じがしていて落とせないという。第1回ここでもいいね。ゾーマ、ゾーマにグラクロをぶつけたい、久しぶりに。よし、じゃあゾーマ行こう。よし、最後気を引き締めて、さっきのサンタアリーナでポイントが取れたのもあって狙いたいね。はい、対戦よろしくお願いします。なんか微妙になんかそういう範囲なの。1番目、2番目、3番目。ここで行くか。ここでだね。あぶね、今違う指で戦闘開始を押しちゃうような感じだったよ。あぶね。ゾーマ、あ、ゾーマもちょっと気にしとく。あ、ここなのか。辛いね、これ。どうしようか。あ、ここまで来るもんね。ゾーマ受けるしかないんだな、これ。悲しいことに。力
かもってゾンビ、ああそうだね、滅びの氷塊の範囲だねこれね。どうしようか、これも最初受けるかな。あ、違う違う違う、受けてここ受けるでしょ、受けて、あーきつい、範囲が普通にきつい、ダイも受けなきゃいけないな、範囲がきついな。ジュリアンテは外すとするとどこまで下がんなきゃなんないのこれ、こういう配置だと当たっていない、もうないもんね、余裕がね、ないね、ない、ここでも正直いいんだよね。でデスキングがぶちかましちゃうとダメで、1番2番受けるでしょ、1番2番受けて、でああゾーマなんでそこいるの、そこちょっとつらいな。ヒャド耐性どうですか、ヒャド耐性まあまあいいのか、一撃耐えるか。左側行って台の前に貼る、だって台って3マス、3マス、3マスだね、3マスだから、4番だから当たっちゃうもんね。この辺にしておいて、レッシン、レッシン、あれも食らってもつらいな。ああそうか、じゃあこっち受けるか、これ特技、イオ系ですよね、イオ系、大花火打ち受けるか、イオ、イオ耐性あるのは大弱点、大弱点、半減、じゃあこの子で受けるか、この子で受けてバラモス受けられないかな、いいよ、受けるか、こんだけがっつり受けるか、ゾウ、うん、まあまあこれはいいのか、受けないね、でいいよ受ける、下までいるんだ、1番受ける、2番烈進撃、いやこれね、ダイも狙いたいんだよね、ダイが、で左側に移動してドルマゲスがあそこの前に出る、ダイが来る、でゾーマがドルマゲスを狙う、でいや素早さもね意外と微妙なんだねこれね、ジュリアンって五突だったっけ、バラモス受けられないかな、でバラモスが、ね、あそんなことないな、アリーナ眠らせなきゃダメだ、アリーナを、こっち側か、こっち側でアリーナを混乱、アリーナジュリアンテを混乱取りたいね、こうなるとでこうだね、やっぱりでバラモスに受けてもらうしかないわこれ、バラモスに受けてもらう、こうか1個ぐらい前出とこう、あそんなことないな、あ違うわ違うわ、アリーナ烈進撃で多分一番下ここに、ここに来る、ここね、ここに来てジュリアンってどうすんの、じゃあこうしてこの間に来させる、ジュリアンってどうすんのこれ、
いやあっち狙っこっち狙ってくれるかな、ドルマゲス。でも狙ってくれても、いや前出とかないとこれね打てないしね。7番目でゾーマにぶち込みたいね。でもあっち側だねこれ。これ声に3人で受ける、会心出ないことを祈る。これ3人でアリーナを受ける、でアリーナをドルマゲスの前に置いておく。でジュリアンテも左側回ってくるはずだから OK で、混乱取れる。混乱取れないんだよね実はね、ここに置いとかないと。そんで、あー ゾーマも狙いたいんだよな。どうしようかな、困ったな、この位置じゃ困った。こうしたらどう、こうしたら誰狙う、こうしたらまっすぐ狙わない。一応3人に当たるから一番ダメージは通るから、かドルマゲスのとこで爆裂ね。でこうここはドルマゲス行くんじゃない。ドルマゲスの方がドレアムは一応半減持ってるんで、そう来てもらうしかないねこれね。うまい具合に落とせない。でドルマゲスが左側回って台の前につく。で台がドルマゲスを狙う、ゾーマはドルマゲスを狙う。でうちのターンやってくる。でどうでしょう。よし行くか。それしかない、もうそれしかないよ本当に。頼む。あそこ出てきた。そっちか。よしそうか。よしよし、それはオッケーオッケー。でこっちが回る。ちょっと待って、台が、うん、これだとこうなるね。そうだよね、ここに陣取んなきゃまずいんでね。陣取れば誰も傷つかない。いやそうだけど、これ良くない？あ、違う、バラモスでやってもらおう。それはバラモスで混乱取ってもらおうか。そうだね。で、ここはここどうすんの？ここどうすんの？これ台、ここじゃ当たっちゃうんでね。これバラモスって範囲入ってるよね。入ってる。入ってるから、でもここまで下げたいのはあるね、気持ちはね。ゾーマは一応範囲だね。この1個前だとゾーマが多分下がってこない可能性がある。ここでなんだっけ持ってるの、3マス先ヒャドバギー、まっすぐヒャド、射程まっすぐヒャド、体勢、あヒャド大弱点、ヒャド大弱点、えちょっと待ってヒャド大弱点、ヒャドは3つ先届かないね一応ね。ここで行くか。ここで行こう。はい。お待たせしました。ああよかった。
よし。で、台を落としたいんですが、うまく入ってくれないんだよな、これがな。多分あそこ行っちゃうと、あそこ行っちゃうとね、あれだし、あれだしって何、あれだし、あー混乱。次がゾウマクでしょ。ゾウマがドルマゲスキャド来るよね。でうちのドレヤムが動く。これね、台落としておきたい本当に。台がこの前で、だけど、ゾウマがどこから打ってくるかだな。あそこの前に出てきてくれて、レスキングに打ってくれるか。あ、でも打ったパターンでぶちかましが出ちゃうね。ぶちかましが出ちゃうよ。いやー、バラモスの場所が邪魔だったな。うわ、これが騎士と出るか。でも次ドルオーラの場所がないんだよね。ゾウマ来て、いや、ドレアムに、向こうのドレアムに攻撃機会を与えてしまうのも嫌なんですよね、正直なところ。ベスキングが隠しておきたいのはある、あるけど一人落としたいのもある。いや、悩むわこれ。これで 1,2,3 でドルオーラがちょうど入らないんだよね。次グラクロで、グラクロで落とす。でうちのドルマゲスは3番目なんで、それも考慮しないといけないんですよ。これだと前に出ちゃう。いや、ここ選びます。これがどうなるか。最高キャノン。あー、やっぱそうだよな、そうなんだよな。分かってはいたんですよ。グラクロ落とせる、グラクロ落とせる。まあいいか、これで行こう。よしとするか、よしとするか。でも次につなげたいのもあるんで、ここよりね、もうちょっと違うとこがいいんだよな。あ、しゃあない。ぶちかましやっちゃったからね。はい、OK。で、オーラ。オーラ。いけ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 。で、混乱。どっちから狙う？ここから落としても落とせないか。いや、混乱成功率取りたい。でも先に動けるね、先に動けるから、まだ望みを託そうか。でヒャドは弱点だから、こっち側の方に逃げておきましょうか。ほらほらほら、頼むよ混乱、頼むよ。順番、うちのドリアムが先に動けるけど、戯れ動けるけど、ここしかないか。ここでこういく。でドレアムが落とさなきゃまずい多分。あ、そんなことないか。 1,2,3 あー来ちゃうもんね。
落とせない。こっちで引っ張っちゃうとまずいと思うんだよね。こっち側で引っ張らないようにいく。でグラクロ、くっそぶち込みたいな。これでもよし。ちなみにシャドウ耐性、シャドウ耐性多分打ってくるよね。それが耐えられるかどうか。1600、1200、大丈夫だね多分ね。行こうか。打てる場所こっからしかないもんね。行く。あ、ちょっと待って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 、次向こうのゾーマか。あ、どうしようか。ここでなんかぶちかまししてもめんどくさいんですよね。今ターン数は2ターン目か。あ、2ターン目か。余裕があるね、まだ。けど、ぶちかましたくはないんだよな。もうこれ以上。あんまり奥に行ってほしくない。で、こっち狙われる可能性はない。かといって、でドルマゲスを狙われてもめんどくさい。後ろに一歩下がってね、それも可能性あるもんね。どうしようか。こっから打てない。こっから打ちます。いくつある？ 931 耐えれるかな。サイコキャノンとかあれ会心出ない。ここから撃とうか。多分ぶちかましちゃうね。次シャドウをこっち2人狙って、まあそうだよね、うん、ぶちかます。そうだよね。でなん、あーナイス、六文銭みたいなやつ。2ターン撃破。よし、今大会は3日目か4日目かに3日目か4日目かに4ターン一落ちがあるんです。そこのポイントだけ落としてる感じなので、狙えたんじゃないかな、ポイントね、ランキングで。ちょっとランキング、どうやって見るんだっけ。あ、報酬か、こっちか。ブロンズは、ブロンズは500位からか。あ、500位までか。500位までがシルバーなんだね。501からブロンズなんだね。うん、そろそろね、違う色のトロフィーも取りたいっちゃ取りたいですけどね。はい、というわけで1週間終わりました。21勝0敗です。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。